皆さんこんこにちはは本日は吉田城場紹介します吉田城は現在の愛知県豊橋市にあるとよ昔の三河の国梅アクセスとしては豊橋駅からは徒歩20分強豊橋鉄道の市役所前駅やったら徒歩5分やね駐車場はあるけんが自家用車でも来れる。 黒金櫓の目立つ現在の吉田城は開発の進んどる街中に案にもかかわらず遺構の残っとります豊橋公園として整備されとって昔のままではなかと思うばってんが堀や石垣がよう保存されとります吉田城は令和4年に豊橋市の史跡に指定されとりますまた俗日本百名城にも選定されとる令和5年は大河ドラマ「どうする家康」で盛り上がっとる 今吉田城は主要な登場人物の堺左衛門の城忠次が重要しやったこともあってどうするる。家康に登場しとる動画作成時点では第17回味方ヶ原合戦で出陣する堺忠次の場面にわずかな時間の登場やった長篠・下楽ヶ原の戦いなど今後も吉田城が登場していってほしかなと思います。 吉田城のある現在の豊橋公園はテニスコートなどいろいろな施設のあって全体としては広がっとけど吉田城としての敷地はそれほどではなかったです。バッテンが近所の方と思われる人々が散歩しとらしたり観光客が黒金やグラバ撮影しとるなど多くの人がさまざまな目的で来とらした海外の方も結構おるなぁと思ったけど現地には英語の説明版もあった。 黒金や金櫓や石垣は外国の方にも分かりやすかし目の前の豊川の風景も美しくて海外向けに誘致されとるのかもしれんおいは掘り場長時間眺めて撮影しとったとけど海外の方から変な目で見られとった吉田城の歴史については現地の説明版と概要欄に記した参考文献ば参照しております。 豊川と朝倉川が合流する丘陵である金地に初めて城の構えられたとは永翔2年西暦1505年前一式城城主牧野琥珀が今橋城として築城した築城年については現地に2つある説明板で記載の異なっとった城内にある木目城の説明板では永翔2年で 公園の入り口の説明板では、名誉五年頃と記載のあって、九年ほどずれのある。今動画では、参考文献とも一致しとる、永生二年とした。今橋城が築城された翌年の永生三年八月、今川、宇治川、駿河、東東海、三河、伊豆、相模の五カ国の兵馬、今橋城に入れて、松平氏攻略の基地とした。 一時資料ではなかったけど寛永諸家系図伝や三河物語によっと、今橋城の牧野琥珀など東三河の国衆や伊勢新九郎すなわち伊勢総隋が三次に沿ったこと今川氏の三河信仰は失敗して退却したことなどが記されとる同年9月逆に松平長近は今橋城は攻めとります今川方と松平方の攻防の死になったとけど 駿河の大衆今川義元が治めて三河支配の拠点として城代は起き従来の今橋の地名は吉田と改めたところが永禄3年西暦1560年5月桶狭間の戦いで今川義元が討たると徳川家康が東三河の攻略に乗り出した永禄8年に佐賀井忠次は先鋒として吉田城を攻めて今川氏の城代 お原ら、ひぜんのかみ、しげざねばするがによって、吉田城は徳川方の城になった。こういこう吉田城がめぐる合戦は中です。長篠城など、他の三河の国の城は、戦乱に巻き込まれたとけど、東三河の要所である吉田城は、坂井忠次が城主になって、この家次とともに、二代、二十八年にわたって在城し、徳川氏の城であり続けた。 徳川家康の関東違法によって天正18年西暦1590年に酒井忠次家継ぐ親子は下草の国碓井城へ移った吉田城には岐阜城から池田輝政が入奉して15万2千0石の城主になった輝政は吉田城の拡張や城下町の整備は進めたとけど慶長5年西暦1600年の関ヶ原の戦いのあと 在城10年で張丸国姫路へ違法になった照サ以降に入法した大名は竹野谷松平氏不幸津松平氏水野氏など不代やったものの小6やった件が照サによって大拡張された吉田城は未完成のままで明治に至った吉田城の縄張りは輪郭式の変形でいわば反輪郭式の後ろ剣後の城と称されております。 豊川や朝倉川はせに本丸を起点として二の丸三の丸は全面に配置しております。今週の,の弱点としては排水の陣になって逃げ場場を失うことや背後から船などで溶かされて本丸場直接攻撃されやすかことなどやね。そのため吉田城は本丸背後に腰車さ備えて石垣も頼太郎強固な門として弱点場を補っております。なお 今橋城及び吉田城の歴史や縄張りについて参考文献と現地の城内にある説明板は多くの共通点が見られるね。現地の説明板の方が新しかけが参考文献は引用したか同じ著者の方が監修したものと思われます現在の吉田城は地元の方ばはじめ観光客など多くの人々が集まる場所になっております そういうにもかかわらず、遺構が要を残されとって、整備も続けられとってありがたがです。歴史好きはもちろん、歴史に興味のなか方や海外の方にもおすすめの城場新幹線も止まる豊橋駅からアクセスできて、豊橋鉄道の路面電車も利用できるという交通の便も良か場所にある。ぜひお越しいただければと思います。ご視聴くださってありがとうございます。